高弘さん。え、いえ、そんなことはありませんよ。あ、ここは緑がいっぱいあっていいですね。心が落ち着きます。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。そんな心配しなくてもすぐに良くなりますから。最近です。本当にごく最近なんで。多分リニアの体は古いので単に動きが鈍いだけで。ダメですよ。風が移ってしまいますよ。え、リニアはポンコツだからこんなことは当たり前で。高弘さん、自分で行けますから。ごめんなさい。高弘さんの胸、温かいですね。なんかメイドがご主人様の胸に抱かれてるなんておかしいですよね。そんなメイドなんていらないですよね。リニアはいつでも高弘さんに迷惑ばかりかけてしまいますね。なんでなんだろう。正直わからんな。前から言っていただろう。ジョーちゃんは古い機械だ。失われた技術も多い。
我々の知らない部分が多すぎるんだ。だいたい体が弱って全身が冷たくなっていくなんてあまり聞いたことがない。うん、アンドロイドの全身の温度調節は所詮飾りみたいなもんなんだよ。大事なのは電脳部分の熱暴走を止める冷却装置ぐらいのもので、全身の温度は人間らしくするためについている機能に過ぎない。そんなものが壊れたところでアンドロイドが弱ることなんて通常なら考えられない。だいたいあれだ、お前も知っているだろう、完全な戦闘用アンドロイドは保温機能が一切ない。電脳部や動力源の冷却装置だけしかついていない。一般的全てのアンドロイドがそういった思想で作られている。全身が冷たくなっているからってその機能に障害が起こることなどない。うん、それは前から気になっていた。ジョーちゃんは通常のアンドロイドと全く違った感じがするからな。いや、憶測で言ったまでだ。忘れてくれ。古い機体だからってそんなに違った構造をしているとも思えん。とりあえずイカれている部分を交換するのが一番だろう。それで治るはずだ。本社の方にいくつか部品を発注しておいてくれ。型番などはこの紙に書いておいた。まあなあ、見たところやっぱりかなりガタが来ている。だから今回のことはそれが単純に原因だと思う。いや、そうに違いないはずだ。